こんばんは、翔です。本日はですね、京王線の武蔵野台駅に来ております。で、なぜ来てるかと言いますと、ちょっとですね、検証したいことがありまして、京王線に乗ってると武蔵野台駅で西武線を乗り換えですっていうアナウンスが流れるんですけど、見ての通り距離がだいぶ離れてますので、実際徒歩で歩いて何分ぐらいかかるのかっていう検証と、あとですね、乗り換えのルートの方を解説していきたいと思います。で、時間の方がですね、ただいま19時11分ですので、ここから時間を計っていきたいと思います。で、ごめんなさい、ちょっと冒頭で説明をし忘れてたんですけど、京王線の駅は武蔵野台駅となってるんですけど、西武線の駅は白糸台となっておりまして、異なった駅名での乗り換えとなっております。まずは京王線の線路沿いを進んでいきます。ちょっと進むと右側に駐輪場が見えてくるので、そちらを右折します。で、こちらの道をちょっと歩くと左側にセブンイレブンが見えてくるんで、セブンイレブンが見えてくるまでは直進をします。で、イメージ的には閑静な住宅街をひたすら歩いていくといったイメージですね。で、ちょっと私と並走して歩いてるんで動画だと分かりづらいんですけど、京王線から西武線に乗り換える方は、そこそこいらっしゃるといった状況ですね。はい、セブンイレブンのある十字路に着きましたので、今度はこちらをですね、左に曲がって進んでいきます。で、なかなかこうやって歩いててもですね、白糸台で降りて西武線から京王線に乗り換える人とはすれ違わないんで、こちらの乗り換えは少ないんでしょうかね。で、すいません、乗り換えの電車に対しての今まで西武線としか言ってこなかったんですけど、正しくは西武多摩川線と言いまして、武蔵境駅からこれまさ駅を結ぶ、非常に距離が短い路線となっております。距離でだいたい8キロぐらいですかね。確かそれぐらいだったと思います。少し歩いてきまして、白い柵の向こうが西武多摩川線の線路となっております。はい、踏切に着きましたが、ですね、ちょうど電車が来るようです。で、これもし武蔵境方面の電車だとしたら、ちょっとさすがにこれに乗ることはできないんで、ちょっと乗り継ぎがあまりよろしくないですね。あ、嫌な予感が的中しました。武蔵境方面の電車が今通り過ぎていきました。で、基本京王線から乗り換える人で、これまさの方に行く人っていうのは少ないと思うんで、ちょっとこれを逃したのはダメージが大きいですね。で、確か西武多摩川線ってだいたい12分おきぐらいに電車が来るので、割とちょっと次の電車が来るまで待つことになるんですよね。はい、遠くの方に白糸台駅が見えてきました。ここまで来ますと駅までもうすぐですね。こちらの T 字路を右折していきます。はい、白糸台駅に到着しました。で、ちょっと今ですね、改札口の方に人が多いんで、ちょっとカメラを向けられない状況です。で、ただいまの時間が19時19分
となってまして、武蔵野台駅を出たのがですね、19時11分なんで、だいたい普通に歩いて8分ぐらいで、乗り換えの駅に着くという計算になります。まあ、8分ぐらいであれば乗り換え駅として案内しても、まあ、問題ないんではないかと思いました。